皆さん、こんにちは。お待たせいたしました。15時となりましたので、ただいまより自治体の役割が分かる男性育休推進施策のヒント、事例紹介の無料セミナーを開催させていただきます。本日、司会を務めさせていただきます、株式会社ワークライフバランスの磯谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 6時まで約1時間ですね、えー、皆さんと一緒に男性育休推進の施策について考えていく時間とできればと思います。それでは早速ですが、プログラムを始めさせていただきます。まずはじめに、弊社代表取締役、社長小室義恵よりお話をさせていただきます。それでは小室さん、よろしくお願いいたします。 はい、えー。ご紹介いただきました。アクライフバランスの小室です。本日どうぞよろしくお願いいたします。えー、全国の本当にいろんな、えー、自治体の皆様がご参加いただいて本当にありがとうございます。ちょっと私の資料も共有させていただきますね。皆さんから今、無事に見えていますでしょうか大丈夫でしょうかはい。ありがとうございます。 え今日はちょっとまずですね、え冒頭にあの私の方からお話しさせていただきたいのは、えー、今、おそらく自治体さんでこのことに困っていないところはないでしょうというふうに思うんですけれども、えー、出生率の向上、それから賃上げ、女性活躍、生産性向上、 当然、男性育休、男性の働き方というところなんですけれども、これら全てがしっかりと進んでいくためには、一体何をしていったらいいの,いいのだろうかというところで、今日お悩みの皆さんがお集まりいただいているのではないかなというふうに思っていますで。私たちは今、本当に多くの企業にご提供させていただいている、今日おそらく後半でもですね、ご紹介させていただくと思いますが、父親学級と、それから管理職に対して、私がこれをやるんですけれども、 誰が休んでも回るような職場を作るっていうですねこの研修がもう本当に多くの企業自治体から導入したいということで入れていただいていますこれを私たち通称サブスクと呼んでいるんですけれども定額で1年間このプログラムを使っていただくというものが大変人気になっていますで今日はそれの具体的なご紹介もぜひしたいんですけれどもその前にですね私からは今 こうしたことをなぜ自治体がやるということが大事なのだろうかということを考えていただくための、えー、たくさんの情報提供をさせていただければというところで少し大きな話からなって恐縮ですけれどもお話しさせていただきたいと思っております。私の会社の,あのご紹介も一番入れさせていただきました。 あの今日はよく知ってるよっていう方もですねご参加いただいていると思いますが <laughs> 改めまして3000社 <laughs> のこれは自治体も含みますので3000組織ですねの働き方改革を支援してまいった会社です多くの自治体さんともですねたくさんあの取り組みをさせていただいておりますそれから新しい休みっていう制度を持っていましてこれ何かというとですね 有給20日、法定の20日があるんですけど、それ以外にも36日間を15分単位で理由も問わずに休めるという制度を持っていまして、えー、事実上、週35時間労働、週休3日制をやっているんですね。 でこのさまざまな270時間分になるんですけれどもこれを使ったさまざまな社員ががんの治療を克服したりそれから不妊治療もですね採卵から卵巣凍結移植までこれを年間2ターンやることで270時間かかるっていうのをこれを最初に計算してそれから始めたんですけれどもこれを乗り越えて今不妊治療していた社員全員が子どもを持つことができましたこうしたさまざまな理由で休む人も 自分は最前線で働いている、えー、フルタイム扱いというような形で自分の意欲を下げることなく仕事をすることができているというのがあの弊社の仕組みになっていますここ話し出すと長いもんですから <laughs> こういう箇所ですよというのをちょっとご紹介させていただきましたちなみに弊社は取締役4人の女性でやっているんですけれども、えー 最前線でコンサルタントをしながら4児の母、3児の母、2児の母、2児の母という4人でやっており、えー、ほぼほぼずっと増収増益でやってきましたというようなそんな会社です。といとを自己紹介させていただきました。ちなみに、男性はです、ね、弊社の男性はみんな育休をほぼほぼみんな1年以上あの取るんですね。ですので、えー、この1年取った経験というのを持っているコンサルタントたちが考えたのが、えー、この父親学級であり、 企業やそれから自治体向けに管理職がどう,どういういうなチームを作ったら誰かが休んで誰かにしわ寄せではなくてですね誰かが休んでも問題なく回って休む人を歓迎できたり戻ってきた人が肩身が狭くならなかったりするような職場を作れるのかっていうですねこういう研修をこう開発することができたというのでまさにこの働き方をしているから 発想のイノベーションで今の商品サービスを展開しているんだというのが、あの、お分かりいただけるんじゃないかなというふうに思っております。で、こちら、あの、ちょっと皆さんもですね、もしかしたら国会でご覧いただいたかもしれないんですが、つい先日、えー、京都大学の柴田教授が、えー、今の政府与党の出生率向上のための少子化対策、これ全部3兆円分やって上がる出生率が0.1と試算できるんだけれども、 実は平日に男性が6時間、週6時間ですから、だいたい1日1時間早く帰ることによって、上がる出生率はなんと0.52だよということで、3兆円の5倍、15兆円分の効果があるのが、男性の平日の帰宅時間を変えることなんだという試算をされました。 詳しい資料はこちらにつけておきますが、これ、後ほどアンケートをご回答いただくと、ダウンロードできる仕組みになっていると思いますので、ぜひゆっくり見ていただければと思います。そしてこちらのデータも有名だと思いますが、縦軸が男性の育児・家事参画時間、横軸はその後の第2子以降の生まれた割合ということで、第1子が生まれた時に、夫の帰宅時間が遅く、家事・育児の参画時間が短いご家庭ほど、第2子以降が生まれていない。 この男性の働き方というところが出生率には非常に重要なんだということ、今まで少子化対策や女性活躍というと、なんとなく子どもと女性に何か優遇策をというふうに考えてきたことが多かったと思いますが、実際には男性の育休取得、男性の働き方改革というところが非常に重要である。 これはカナダの研究で男性が育児休業を取得するとその後毎日の育児家事時間が1日15分伸びるということが分かっている家事育児時間が延びれば上の図にあるように第2子移行が生まれるということでこの少子化を改善させていくための重要な鍵はですね男性だったとじゃあ政策のターゲットは男性だ男性の意識啓発だ男性用というふうになんかすごく男性にあの働き方を変えなさいというふうに 言いたくなるんですけれどもこれ重要ではあるのですがえもう一方考えていくとですね自治体の少子化対策、子ども真ん中政策こういったことを考えていくにあたって重要なのは企業へのアプローチなんです。というのもえこのデータご存知でしょうか日本の男性の育児時間短い短いって怒られますけれども24時間の中で、えー、睡眠時間と通勤時間と仕事時間を抜いた男性の純粋な自由時間。 この自由時間の中で育児に割いている率というのを見ると、なんと他国の1.2倍ほども日本人の男性はですね、割いている。そもそも自由時間が少ないことが問題だったんですよということなんですね。この自由時間を食い潰してしまっているのは日本においてはやっぱり企業なわけです。そうすると企業側が ここを変えていくこと、企業の意識、労働時間、これに対する変革を促すということをセットにしないと、もうギャンギャン言われても男性が間のもう板挟みで,です、ね、苦しくなってしまう。でここをやっていくと、実は企業の業績も向上し、賃金アップ、女性活躍すべてにつながるんだというところ、ここをぜひです、ね、この後も解説しますので、聞いていただければと思います。そううするとととじゃあ自治体の役割はというともちろん 自治体そのものが男性育児休業の取得率を上げて、そして、取得期間もですね、しっかりと取れて、館内企業のお手本になるということと同時に、せっかくですから、そこの館内企業を巻き込んでいって、企業の方の行動変容を促していくこと、この仕組みを両方できないかなというふうに思っています。それをワークライフバランスを手伝いたいということで、あの、今回考えたというところです。後ほどあの、詳しく解説はありますが、一番のポイントは、あの、 自治体の中での、自治体職員の方の父親学級と、それから管理職の研修というのをサブスク、定額制で提供するというのが、もともと持っている私たちのサービスなんですけれども、おそらく自治体は管内企業の経営者とか人事担当者の人の意識をどうやったら男性育休に向けられるかということに非常に苦労されている。 今回申し込みのあのところにもたくさんその声がありました。そうするとそれをできるサービスも追加した方がいいんじゃないかということで、これは各その自治体さんが一緒に使えるサービスとして、私がですね。 経営者を説得する研修というのを年に1回、どの自治体も今回のサービスにバンドルして一緒に使えるというふうにさせていただこうというふうに思っています。これ、すごい私たち思いついた時、発明って思ったんですけれども、すごくですね、いろいろ考えてどうしたら全自治体の方が一斉に使うことができるかというところを工夫してますので、ぜひ見ていただければと思っています。 でここからのところはですね昨年、小池都知事とそれから実はその前に岸田総理からもご依頼いただいて作った資料だったんですけれども他の先進国と日本の少子化対策というのは決定的に違う点がありますよということをお伝えしておきたいと思います。 しっかりフルバージョンで聞きたい方はあの東京都の暮らし方会議というところに動画で上がって30分で解説しているので見ていただければと思いますが端的に言うと他国では保育園が実は18時までしかやっていないんですねなので女性活躍を推進しようといったときに誰かがちゃんとお迎えに行けないといけないですから男性が家庭に帰れる施策強力な労働時間改善の法改正というものもセットで行っているんです。 フランスの週35時間労働制に代表されるような形。そうすると大事なことは、職場において上司や同僚も帰っている職場になるんですね。ちゃんと上司や同僚が帰れてると、夫も申し訳ありませんって言って帰るんではなく、周りも帰ってるので、帰りながらも、育児家事参画しながらもキャリアを失わないです。そして妻の方も長時間労働さえなければ責任ある仕事もしたいということで女性活躍につながる。そして家庭においては、 夫婦で片方だけで育児するともう一人で限界よというふうになりますけれども、それが二人で育児するなら三人か四人までいけるねというふうに、このトラウマ体験が、孤独な育児のトラウマ体験がハッピー体験に変わるということで、他国の少子化対策の最大のポイントは、育児を複数の手でできるような働き方の設計をしているという点なんです。 フランスにおいては96年に出生率が反転し、2000年に跳ね上がっているんですけれども、この96年と2000年にやっている法改正がロビアン法とオグリー法です。これは従業員の一部を短い時間で正社員として雇用すると、その従業員の社会保険料、企業負担分は年間91万円分も免除するというもので、短い時間で雇用しても企業の負担にならないというような、そんな優遇策を行いました。少し詳し詳くこちらに書いてあります えー、た,ただ、じゃあ日本はどうやったのかというとですね、全然ちょっと違う方向に走ってしまったんです。日本の場合は企業に過度に忖度した結果、労働時間改善をせずに、22時までの延長保育で支えて、女性活躍ができるように長時間労働できる女性を社会に配出していったという形になりました。 そうすると職場が長時間労働のまま変わってないですから男性が帰るときにはお前もう帰るのかと言われるので非常に帰ることがすごく辛いんですよねキャリアとどっち選ぶかというような状況で帰ってくるもうある程度繰り返すと無理だなと思い始めるそして妻の方は長時間労働がある職場に頑張って復帰してもですね 時間制約がある社員として働く女性はどんなに時間内で意欲高く仕事をしても長時間労働ができない、身を取りする人材として評価されず活躍できずという形。そして男性も遅い時間に頑張って帰宅してそこから自分のできる限りの家事育児をやるんだけれどもそんな遅い時間に帰ってきても私がもう全部家事やったんだからというふうに妻の方は本当にイライラしてしまってですね私はあなたの100倍も好かれているのにあなたは感謝の言葉もないもう子供にもイライラするというような形になってしまうと。 こんな長時間労働社会のままの女性活躍なんて地獄でしかないんですね。夫婦がその非常に憎しみ合って攻め合うようになるので、その狭間で子供は非常に苦しんでいる。当然そういう家庭で育ってくると自分が子供を持つこと、結婚することというのは非常に恐怖になってくるので、ここから30年先の少子化も確定してしまっているような状況ではないかなと思うわけです。そうすると、 企業に強力な労働時間改善策を入れられるかどうかというところが重要になってきます。これに対しては、あの私今頑張っておりますえ <laughs> というころで、なんと労働時間の上限、他国は月間18時間、フランスは18時間、ノルウェーは25時間が月間の労働時間の上限ですが、日本は45時間。また平日時間外割増し率は日本は1.25倍で残業させられちゃいますが、他国は1.5倍。休日労働したらなんと2倍払わなきゃいけない。 このペナルティも日本は非常に低い、休日時間外はたった1.35倍なんですね。 こうした部分をきちんと変え、また EU に入っているような勤務間インターバル、勤務と勤務の間を11時間空けるというような、こういったものをしっかり入れていかないと、えー、企業の側が変わらず、個人の側が、えー、とても、まあ、板挟みの中で苦しみますよねというところで、ここはあの私しっかりと、えー、提言していこうと思いますので、応援をしていただきたいなと思いますし、各自治体の中でも、もしこうサンドボックス的にやっていけるという、何かしらトライアルをやっていけるような自治体の方は、ぜひ働いて 生き方の改革というところに何か自治体それぞれで新しいルールを設けてみていただけたらなというふうに思います。これは先日出した調査結果なんですけれども、今日このあのお話しさせていただく山崎というコンサルタントが担当した調査結果なんですけれども、大変面白かったのがですね、管理職になりたいと思える条件は何ですかというのを聞いていったところ、全世代男女問わず1位だったのは適切な評価があるかというものだったんですが、その後ですね、 30代以下の女性に限って、えー、調べていったところ、30代以下の女性が一番選んでいたのが、労働時間が1日6時間程度だったら管理職ってやってもいいな、という答えだったんですね。つまり、まあ、責任の重さというのももちろんありますけれども、拘束時間の長さ、土日、えー、関係なく連絡が入ってきてしまう、ライフが崩壊してしまう、こういう部分がもしなければ管理職責任ある仕事もしたいんだよという女性が多いということ。 また、追加で持ちたい子供数というのと、その方の理想の労働時間というのをクロスで調,整調査したところ、なんと、 この緑の部分が追加で欲しい子供数3人、えー、オレンジの部分が2人なんですけれども、非常に多かったのが5、6時間というところ、1日の労働時間5時間から7時間のところが非常に多いのがお分かりいただけると思います。つまり、子供追加で2人、3人持ちながら管理職もやりたいと思えるのは、1日6時間勤務なんじゃないかっていうですね、これを私たち6時間最強説と呼んでいるんですが、冒頭に申し上げた 新しい休みという制度を使うと、私たちの会社の労働時間はだいたい1日6時間勤務になるんですねえ。これがあの4人3人持つ人当たり前みたいになっている。弊社のえ、大きな秘訣なのかなというふうに思っています。で、これは先日1月4日の nhk スペシャルで紹介されていたドイツの。 年間労働時間と実質賃金の相関なんですけれども、反比例しているの分かりますか政策としてきちっと労働時間を下げていった、それによって実質賃金がこれだけ大きく上がってきているということで、この決して労働時間を下げていくことが貧しくなることにはつながらないんだというのがお分かりいただけるかと思います。これは小黒教授、法政大学の経済学部の教授がですね、書籍の中で紹介していたデータなんですけれども。 各国の労働時間とその国の生産性の相関というのを図にしてみるとこのような形になりますよとあるところからは労働時間が増えれば増えるほど生産性は下がっていくそのピークは1350時間程度であろうということ1350時間というのは1日6時間の計算になるんですねここにも1日6時間説があったなという最強説があったなというふうに思います 日本は長時間労働する人の割合は他国の約2倍いるんですけれども、労働生産性は先進国の中で最下位なわけです。つまりもうこの下がっちゃってるゾーンに入っているここの部分というのは非常にもったいない。むしろここまでに押しとどめた方が良いのだということです。で、それは集中力が落ちるからとかですね、様々な睡眠が不足するからそういうものも非常にあるんですが、もう一つ気づきづらい点としてお伝えしておくと、夫婦のうちの片方が ある一定の労働時間を超えて無限に働き始めると、もう一方は仕事を辞めざるを得なくなってしまうんですね。ある一定の労働時間なら2人2馬力で、タンデム方式で、これ、ドイツがやったことですけれども、夫婦で仕事をすることができるわけですけれども、ある一方が長時間労働のタガが外れてくると、もう一方は無職になってしまいます。そうすると、これ収入が一本になってしまう。 男女共にこの国ではきちっと両方に投資をして教育してあるのに、その片方は稼ぎ手ではなくなるということになると、当たり前ですけど片方だけで稼がなきゃいけない。支える場合は足りないよということで、無理だよ。国全体の労働生産性が著しく下がるということになるわけなんです。単に一人が疲れるからということだけじゃなく、夫婦において片方の労働時間を取り過ぎるということは片方が無職になることを意味するんだということなんです。 それをぜひ個人にも分かりやすく伝えていただきたいと思うんですが、私は今、東京都の暮らし方会議という会議のメンバーをやっておりまして、昨年、これを東京都の皆さんと試行錯誤しながら図式化していただきました。そしたら、今、官邸で非常に注目されて、これがなんかプリントされていっぱい配られているそうなんですけれども、どういうものかというと、F、妻のです、ね、キャリア、 就業パターンによって、生涯の賃金と、それから年金がどう変わるのかというのを1から4のパターンで試算したものです。で、実はこれによって考えていくと、約2億円ライフパターンによって変わってくる。男性の働き方が変わって、もしも妻がそれまでは仕事を辞めざるを得なかった、その後パートで復帰するぐらいまでしか働けなかったという場合のこの1番か、3番か4番のパターンだったとすると、 夫婦で家事・育児を協力してやりきれる家庭になると3番、この出産・退職後パート再就職型もしくは出産・退職型の3番、4番から1、継続就業型に移行してくるそうするとなんと年金も含めて言うと障害賃金は家計において約2億円違ってくるんですということなんですね。これは重要な点は自力で2億稼げるということなんです。 国や自治体が、えー、子育ての何かしらの手当をくれたりくれなかったりすること、それよりもですね、えー、なんかその政権によってくれたりくれなかったりみたいなことが不安定な状態よりも自分が自力でプラス2億稼げる、これが一番の国民の安心を作るんだということなんです。だからこそ、やっぱり、えー、その働き続けられるような職場を作るためにも老朽法の改正が必要だなということで、えー、私自身をしっかり走っておりますということです。ちなみに 妻が働かないことで夫が得られる扶養控除、これはなんと32年間分足してもたった670万円なんですね。でも目先でもらえるから大きく感じます。こののの目目先の万円に目が行っっててしまって生涯の2億,億の 放棄してしまうということが起きているわけなので、これはキャリア選択をする前の若い世代の方には積極的にぜひ伝えていただきたいですし、自治体や政府としてはここからしっかり税収入が取れるわけですから、いかにこのプラス2億のライフスタイルに変わっていただくかということも考えていっていただければというふうに思っております。 ということでえこうしたあの部分をしっかりとバックアップする父親学級やえ管理職の意識改革のえプログラムこれらをえしっかりと提供していくサブスクのえプログラムをですねこの後大畑や山崎から説明をさせていただきますので聞いていただければと思っておりますえどうぞよろしくお願いいたしますお時間どうもありがとうございましたありがとうございましたえワークライフバランス大畑と申します。 ふだん、経営層であったり、管理職の、えー、研修であったりとか、ご相談、第三級推進の相談に乗っております。治療学級、企業型治療学級というのもよく,あっや、えー、よくやっておりまして、各回、ね、申し込み者が今、500名ですね、毎回申し込まれるというです、ね、企業治療学級にも育っておりました。えー、子ども家庭庁に治療、ねえー、学級をの研修をして、和、え、田、ー、副大臣も参加してです、ね、してくださったということもあります。 本日のです、ね、流れも改めてご紹介させていただきますここから先は先進企業ですね男性企を進めてる企業がですねこう何がポイントでうまく進んだのかですねその背景全体的な背景とポイントをお伝えさせていただきます そこから先、ですね特に具体的にですねちょっと内容に踏み込んでいって、どんな情報を提供するから、どんなノウハウをお伝えするから、推進に踏み切っているのか、それを管理職本人、そして支える同僚という観点で,で、すね何を伝えていくと効果的なのかという具体例をお伝えさせていただきます。そして第3部では、管内企業の断水を強力に後押しする施策とはというところでお伝えさせていただきます。 まずはじめに先進企業から見る男性育休推進の背景とポイントについてご説明させていただきます。 改めてですけれども、現在、日本の取得率17.1%というのが最新ですね。これは若干、ですねあの、生まれた子どもをベースで見ていくと、2020年10月1日から2021年9月末までのですね、生まれた子どもに対して育休を取ったかどうかなので、若干崩壊して前のですね、あの古いデータではあったりしますが、最新です。一方で、厚生労働省はですね、あの他のです、ね、最新調査もしておりまして、下側です。これは えー、法改正で公表義務化、1000人超ですね、1001人以上の企業には、男性の育休所得状況、公表を義務化していますけれども、そこのですね1000人一一人,き一人規模の企業様だけですね推進状況を、えー、取った結果、実は最新でですね育休所得率46.2%、平均所得率46.5%まで来ているというデータも実はあったりします。 えつまり世の中的にはですねすごくこう進んでいる企業様は進んでいる、特に公表義務化があった企業ですね、そしてまだまだこれからという企業様もいらっしゃる、非常にこの数年で進んでいる企業、えこれからの企業、二極化してきているなというのが私たちが現場で見ているところです。本当に公表義務化というのは非常に大きな効力がありまして、もう令和男子8割が育休を取得希望したいんですね。 2つの調査がありますけれども、男性新入社員の約8割が子供が生まれたときには育休を推進あの取得したいと言っておりますし、女子学生の9割が夫に育児休業を取得してもらいたいと回答しております。ですので、えー、男性育休の推進の、えー、男性育休の所得状況を公表、義務化するとなったときに、これは下手な数字では、もう人が集まって、えー、来なくなるんじゃないかというところで、義務化された企業は急速に推進をしているというところです。 下にまとめましていますけれども、そうした若者の願望が叶えられる地域、そして職場に、やっぱり若者が集まってくるというところなんです。ですので、こう非常に注目しているというところですで。こちらが2020年4月からの法改正ですね。そして、皆さん、ニュースはご覧になられましたでしょうか、2025年ですね、えー、またここ、男性機が推進する法改正が2つなされます。 1>, 1つ目は、えー、育児休業の給付金が今まで手取り約8割でしたけれども、2025年からです、ね、夫婦ともに2週間以上取得する場合に限って、手取りの100%給付が保障されると、こういった法案が今です、ね、審議されています。もうすでに4月19日に、えー、衆院本会議を通過していますし、5月17日から参院、ね、で審議を開始しているというところです。 最大4週間分が手取り100%になるという方向が進んでおりますので、もはや収入が理由で,です、ね、育休の取得をためらうというか、なくなってきているんですね。でここから、えー、急激に取得率、そして取得期間も伸びてくるということが考えられておりますので、えー、取得率です、ね、を、えー、稼ぐために、えー なん,となんちゃって育休を取るということもなくなってくるというところです。男性育休の推進と、そして働き方改革まで踏み込んだ職場がこれから増えてくる、そしてそういったサポートをしていく必要が自治体の皆様にはあるというのが、この二つ目の一つ目の改正のポイント。そして二つ目は、先ほど申し上げた、えー、育休の取得率の公表の義務化が1000人超の企業から300人超に引き下げられるというところですね。だいたいた中小規模の、えー 企業様も公表義務化されるとというところです先ほど公表、ね、の義務化には力があるという話がしましたけれども、ここから一気にこの中小企業の断水の波も加速してくるというのが2025年からの法改正でございます。で2020年4月にはです、ね、周知のです、ね、企業の義務化がなされました。 ここで所得率がぐっと上がったんですけれども、実は上がっていない、いまいち伸びてこないという企業様もありました。非常にこう周知で伸びた企業といまいち周知はそのま,まあの所得率はそのままという企業、二極化がされていました。実はです、ね、その周知のポイント、何が大切だったのかというのをこちらのスライドでご説明させていただきます。実はは、えー、がなされるからです、ね、周知を頑張りましたという企業様の中には 必要性をあのあまりお伝えせずにですね法律が変わったみたいだから男性給を取りましょうねという案内をしていた企業様がありますそういった企業様はあまり伸びていかなかったなという印象がありますなぜならばいくら企業がですね育休取得を脱進しても肝心のご本人が育休取得の必要性を理解していなければ育を取得しないという選択が起きているからなんです もしくは人事の人がうるさいからなというところで表面的に数日の取るだけ一気を取ってやり過ごしてしまっているという,こう本人の意思の壁があったりとかあとは本人でなくパートナー特に第1子を迎える家庭ではこう妻側もパートナー側も産後のどういったこう生活が待っているかご自身の体がどういうふうに変化しているか。 そういったことのこうイメージがつかなくて、まあ、収入が減ったりするから、あなたの評価はマイナスになるから、取らなくて大丈夫、私一人で頑張るからさという、ですねパートナーが大丈夫だよと言って、ですね取得を断念する妻の意思の壁というのがあったりしました。でこういった産後どうなるかとか、ですね必要性の部分は、この育児休業を取得する前の、意思決定の前に自動的に情報が入ってくるわけではないので、この意思決定前のタイミングで、いや、 男性,男性の育児休業というのは、妻と子供の2人分の1を守るものなんだよということをこう伝えていく必要がこうあるわけなんですね。そういったところのタイミングで伝える、えー、情報提供が、自治体の方であったりとか、その企業の中で求められているというようなところなんです。 先ほど小室のところで、えー、自治体の皆様が断石器に取り組むメリットというのはお伝えさせていただきましたけれども、もう自治体の断石器の級推進によって、人口増が期待できるというのもあるのではないでしょうか。よく少子化対策につながるという話で、こう出生率が上がるという,こう自然増の話もありますけれども、えー、実は社会増の面もです、ね、非常にこう大きく期待できるというところです。 子育てがしやすい企業が増えるということは、ですねこう共渡り働きの共渡り家庭の流入が増えてくると、社会像が見込めるというところです。そして、新卒採用や UIJ ターンが増えるという社会像も見込めてくるんじゃないかなと思っております。特に地方においては、ですねこう大学のタイミングで都心に行き、 そしてそのまま就職するというパターンもありますけれども、まあ、そういったですね、一度こう都心に出るというのは、ですね、まあ、これ自然な流れなのかなと思います。ただ、どこかでこう地元に帰りたいとか、こう両親の介護というタイミングでこう地元で働きたいという考えるフェーズって来るんですね。そういった時に、ここで働きたい、活躍したい、キャリアを進みたいという魅力的な企業があるかどうか、こういったところで UIJ 単が決まってくるというところがあるので、まあ、男性企業の推進が非常に大切だというところです。 そして2つ目、町内企業の人手不足などの経営課題の解決につながるというところが先ほどご説明させていただいたところです。そして3つ目、町内企業の事業成長です、ね持続、持続性のある持続性に欠かせないダイバーシティ経営の後押しにつながるという面もあります。男性の家事・育児参画は女性の活躍推進でもあるんだというところです。 広い意味でこう男性が家庭参画することで男女の性別や分担意識が解消に向かっていくというところもありますしキャリアを継続できる女性も増えるというところでより本質的な女性活躍推進にもつながってくる施策なんだというところですそして町内の職員の方々も一緒にです、ね、関与より始めてで進めるところであって市民のニーズに寄り添った行政サービスも提供できるでしょうし 町内のですね町内職員の方々はこう民間企業の方々を非常にこうお仕事する機会が多いというところがあるんじゃないかなと思っておりますそういった中で地域の男性級の推進の旗振り役であるこう皆様が育児休業の取得を率先して取得をするということでですねこう町内の中に男性級推進の流れを 作るということもできますし、それ以降のです、ね、民間企業の皆様との仕事のです、ね、進め方もすごく配慮ができてくると、まあ、そういったこうすごくこう全体のです、ね、シナジーを生み出す役割になられるんじゃないかなという,ふうところで、自治体の皆様が取り組むメリットがあるんじゃないかなというところです。そして、地方公民の採用試験倍率もです、ね、こうだなんだん減少傾向になるという推移もございます。 働き方の魅力で引きつけていくというのがこれからますます求められる時代になったというようなところです。そしてここからは具体的に男性の育児休業が推進させる組織では管理職本人同僚にどんな状況を提供しているからこう推進に向かっていくのかというのを具体的にお話しさせていただきます。でですね管管理理職職本人同僚とといいう対象で書かせてたたただきましたましずは管理職にはににパタハラにあたること 当たらないことというのを明確にしていくというようなですね情報提供が望ましいというところです。この当たらないというとこ当たらないこともですね明確にしておかないともう怖くて部下に何を話しているのかわからないということになってしまいますので、私たちはこういったこともですねこう丁寧にご説明させていただいております。業務の日程調整をするのはいいんですよとかですねということです。そして、えー、誰が住んでおまわる職は具体的に他社事例を含めて提供しているということが大切。 そして、なぜ男性級が必要なのか、管理職が身につまされる例で説明をしていきます。これは女性の愛情曲線というところですね。後でご説明させていただきます。そして、本人は、なぜ男性級が必要なのか、パートナーの方も一緒にですね、特にウィザーだと知らないところを情報提供させていただくというところで効果的に進んでいきます。そして、2つ目はパパゴロゴロ問題ですね。育休中に実際に男性は何をしていくのか。 ですね、育休前に職場で準備しておくことというのもしっかりです、ね、自分の生活で発生する前に情報提供していくというところが望ましいというところです。最後にです、ね、最近はよく取材で,です、ね、この同僚の負担をどのようにです、ねえー、軽減していくかどういった えことを同僚にもやったらいいのかというお問い合わせが多いですけれども、同僚はですね育児、介護など、特別な事情がなくても休める職場づくりについて方法を伝えるというところ、そしてなぜ男性育休が必要なのか、これはで最新のデータであったりとか、エビデンスを使ってご説明すると、納得してもらいやすくなってきたりします。 そして、アンコンシャス・バイアスの解消研修で、独身の方もさまざまなライフを持っている事情を体験するというのが、先ほど、最近ですね、よくご依頼いただくところになってきております。なぜ男性育休が必要なのか、改めてです、ねえー、ご紹介させていただくと、母と子2人分の命を守る行動となってくるからだというところです。私たちはすべてのこの男性育休のです、ね、お話しするときには、このです、ね、命を守る話から入り口として入っております。 非常なショッキングなデータではありますけれども産後の妻の死の位置は自殺なんです初産婦の場合は4人に1人がこのリスクがあると言われておりますけれども産後の急激,急激なホルモンの低下が原因なのではないかと言われておりますこの産後数が重症化していくとこう涙が止まらないであったりとか消えたい自分はダメな母親なんじゃないかというところで、えー、重症化すると自死に至ってしまったりとか声の虐待に繋がってしまうということがあるんです そしてそのピークはいつかというと、こちらのスライド、赤色の枠ですね。え生まれてから2週間から1.5ヶ月ぐらいまでです。えつまり、この2週間から1.5ヶ月の間が特にリスクが高まるというところなんですけれども、その3号炭を防ぐには、このオレンジ色の枠。 まとまった7時間の睡眠であったりとか、朝日を浴びて散歩する、これ、リズム運動でセロトニンを出していくということなんですけれども、この2つが予防には有効だと言われております。しかし、産後の母親はこの2つが最もです、ね、難しいんです。なぜなら、夜中1、2時間おきに授乳があるからなんですね。そして 生まれてから1か月以内の赤ちゃんは、外部からのし刺激を避けるために、気温の寒暖差であったりとか、ウイルスなどの、ね、刺激を避けるために、外に連れていけないんですっ、ね、て。当然、これを一人の母親でやっていくと、この2つができないというところで産後うつのリスクがこう高まってしまうということなんです。よく SNS で、男性より定,定時代謝をです、ね、夫の定時代謝をっていうこう論争があったりするのを。 を見ると思うんですけれども、この男性育休と定時退社というのはう、機能の違う2つなんですね。えー、生まれてすぐ、ですねこの赤ちゃんが夜泣きをしている中で、もし、えー、父親側が、えー、男性育休を取っていないときにです、ね、妻側から明日仕事があるんだから、寝室は別にした方がいいんじゃないのという配慮をしてしまうケースも結構お見受けされます。ででですののしっかりこのヶ月までは こう妻とこの2人の命を守るために育休を取るそして家族のサポートをしていくそしてそれ以降復帰以降ですね夫婦でキャリアを築いていくために、えー、定時退社というのでが必要になってくるこのどちらも必要というのをぜひ覚えていただけるといいんじゃないかなと思っておりますそして、えー、管理職そして経営層の方々にはいつもこの話をしております、えー、ぜひ皆様の管理職にも伝えていただきたいんですが妻の愛情曲線というものです この左上のグラフですね、えー。これは妻の愛情が、えー、何を対象にどれぐらいです、ねえー、時系列で変わっていくかというのを見ているものなんですけれども、赤色のグラフを見てください。えー、結婚直後、えー、妻が、えー、向ける最大の愛情の先は、えー、夫です。しかし、出産直後、その愛情はこうストーンとです、ね、地に落ちてしまい、どれぐらい下がるかというと、 趣味といい勝負みたいな感じですね、えー、テニス読書ですね夫、えー、みたいな形ですただですねあの注目していただけないのはその先でしてその地によした愛情が回復するグループと低迷するグループ二つに分かれるということがこの調査で分かってきましたそしてこの分かれ道は何かというとこの右側、えー、夫が、えー、産後、えー、すぐですね入院,入院時期までに、えー 夫が産後すぐ育児参画をしているかどうか、この度合いが最も関係しているということが分かってきました。この時期に感情の共有ができたかどうかということなんです。これは、なかなかわからないことだけで不安だね、なかなか夜なきで眠いね、でもとっても赤ちゃんは可愛いねと。こうういったた感情の共有がでで、きかかど えー、愛情が回復するグループと低迷し続けるグループ2つに分かれるそうなんですね。これはつまり、えー、物理的にですね、えーえー、両親がですね、えー、一緒に暮らしているから、えー、里帰り出産だから、えー、妻が専業主婦だから、こういった物理的にこう家事育児の手が足りているかどうかという話ではないということなんです。感情の共有をこの夫婦でしたかどうかが大切だということなんです。そして実際にこのの左下のグラフ これは夫から女性、女性から夫の愛情度を示したものなんですけれども、実際にこの愛情、ですねゼロ歳時期に約20%開き、その差はそのまま埋まらないというデータもあるんです。たった1年間ですねがこれから何十年も続く夫婦関係を決定づける1年間になるんだということなんです。右下に書きました 人生100年時代、人生の評価するのは同僚でなく家族ということが重要なのではないでしょうか。そしてパタハラがなぜ起きるかということも、えー、丁寧に見ていかなければなりません。えー、なぜパタハラが起きるのかですね、こう単なるこう断石器を推進しましょう、えー、仕事を休んでください、仕事は、えー、残りの人にやってもらいましょうでは、大きな過根、えー、を職場に残してしまいます。 実際にパタハラというのはですね3割がですね経験をしていて、3割ですね、起きていて、そのうち4割は育休を断念していたというですねデータもあるんですけれども、決してですねこう悪意を持ってパタをやっている管理職というのはですねこう少ない、いないんですね。何かというと、このパタハラの真の原因は、管理職の,この残されたですねこう育休、えー、残されたメンバーで、育休時短メンバーで成果が出せないんじゃないかという不安であったりとか。 同僚が歓迎できないという要因は、休むメンバーの分の負担が自分に幸せに寄、えー、ってしまうんじゃないかという不安があったりするんです。問題は、ただのです、ね、休んで仕事を付け加える、付け替えるではなく、えー、常日頃から誰が休んでも回るの職場になっていないという、ね、この仕事の進め方の問題あるであるということなんです。ここに向き合わないと、単なる断、ね、性給の保護策になってしまうので、えー 同僚上司はマイナスの心理が働いてしまいますし、休んだ本人も、ですね自分は育休を取ったから昇進を望むべきではないと思ってしまう、第二のマミートラックにもなりえー、なり得てしまうということが、えー、起きてしまうんです。ですので、えー、見直すべきは誰が休んで回る職場にするということ、この働き方の観点もしっかり見ていく必要があると。 というののがこのダンス一級ですねこう最近進めている中で非常にこう大事だなというところ、そして成功されている企業、企業力に変えている企業様、こういったところもセットでやっているというところなんですね。まあ、そして同僚の研修では、ですねこのシップスさんの取り組みが面白かったので紹介させていただきます。チップスさんは5年前から働き方改革をやっていて、当時やった当初は、です断層1級の取得率は0%でした。 そして、えー、今ではぐっと伸びて80%、そして取得率も3ヶ月近くあるという、ですねこう本質的に企業力に変えている企業様でもあります。えー、これはですねあの同,僚同僚も、まえー、含めて、ですねこのアンコンシャスバイアス研修をやっているんですけれども、この自分とは違うですね、えー、生活をこう疑似体験するゲームで、えー <coughs>、20代若手が40代介護中の男性管理職になったりとか、 男性の管理職が30代の共働きの女性社員になったりとか、人生をスイッチする形で疑似,か疑似体験をして、企業のです、ね、売上を競っていく、そして、ライフの目的を合わせて達成するというゲームなんですけれども、まあ、こういった形で,です、ね、この疑似体験をしながら、ゲームフィケーションを使いながらやっていく研修というので、こう多様性を理解していくというのがです、ね、最近は非常にです、ね、こう研修以外の体感型です、ね、研修として有効になってくるというところ。 なんですね。こういったのもあの結構進んでる企業様やっていらっしゃるというところです。でここからはあの具体的に観内企業の男断食を強力に後押しする施策とは何なのかというのを山崎の方から説明させていただきます。はい皆さんこんにちは。ワークライフバランスコンサルタントの山崎です。ここからはですねサブスク先ほど小室からご紹介いただきましたサブスクのプランも交えながらお伝えさせていただきたいと思います。 まずはですね、管内企業の男性育休を魅力で強力に後押しする施策とはというところです。ちなみに、組織が男性育休を進める場合、どこから手を打っていくのが効果的だと思われますでしょうか。ね、私たち、弊社が考えているのは、トップから男性育休を推進していくぞというふうなメッセージ発信が取っかかりとして大事だというふうに考えております。こうすると、育休を取得したい人が、 社長が、あるいは首長が育休取れって言ってるから、育休取りますっていうふうな方面にもなったりするんですね。あの現に厚生労働省の調査結果でも、育休取得率が高い組織ほど、男性育休の方針などをトップメッセージとして、社内外に発信しているということが、このスライドを見ても分かるかなと思います。でそのトップメッセージの例としては、こちらのスライドの通りです。 でこれは自,自治体の首長のメッセージを集めたものなんですけれども、まあ、例えば、ですね、右上の富山県庁さん、男性9 100%を宣言されていますで。また左下、佐賀県さんではです、ねえー、育休を取得しなかった場合、所属長に取らなかった理由書を出すという仕組みを導入するということを発信いたしました。でまた、右下ですね、当時環境大臣だった小泉議員。 が閣僚としては初の男性育休を取得されてで日本全体で男性育休推進の金を高めましたこれもトップメッセージの一例かなというふうに思いますでこの弊社でもですねいろいろな組織が男性育休を推し進められるように男性育休100%宣言を作りましたで今日で男性育休の意義をご理解いただけたんじゃないかなと思いますがぜひですね首長からも宣言いただきましてプ,プレスリリースも出されて でこの自治体は一味違うぞと、えー、ブランディングにもつなげていただけるといいかなと思っております。でまたトップメッセージの他の観点でも、男性育休の推進のポイントをお伝えしたいなと思っております。これもまた厚生労働省の調査結果なんですけれども、男性育休取得率が高い組織ほど行っていた施策が、この赤枠に囲っている部分ですね、上のところで赤文字でも書いておりますが。 育休に関する研修の実施、そして育休事例の収集、提供、この2つが効果的だということが分かってきたんですねで。研修においては、育休がなぜ必要かとか、育休中の過ごし方、仕事の引き継ぎ方、そういったところを学ぶことで、育休は取った方がいいんだとか、育休に対する不安を最小限にして育休に入ることができます。 でまた、事例の収集提供に関しては、同僚が育休を取った場合15、15%ポイント、育休取得率が上昇していくんですね。でまた、上司が育休を取った場合は、その2.5倍の効果があるんだそうです。こういったことが研究でも明らかになっています。つまりですね、事例を集めて公表していくことで、育休は伝染していくということなんですね。で自治体においても、男性育休推進の流れに。 ありましてありますし、またそれに関するプロパーザルもかなり増えてきているなというふうな体感をしております。そこで、量力をかけずに男性育休を効率的に推進していく方法というのを弊社の方で考えました。それが先ほど小室が言っていたサブスクですね。で、自治体の職員ですとか、ま管内企業の従業員が一緒にですね、知育学級とか管理職研修を受けて。 一気に男性育休をしし進めめるとということが効果的ですしおすすめですすおまた、もしその研修に予定が合わずに参加できないという方にも、いつでも見られるような動画もあったほうがいいなと思っておりまして、まあ、例えばです、ね、これから親になる人向けの動画とか、管理職向けの動画とか、同僚向けの動画、育休から復帰する人向けの動画とか、それぞれを活用いただけると、広い層で理解は進みそうだなと思いまして、弊社としてもこういった動画を用意しております。 でまた、えー、ライフプランシートとか家事・育児の役割分担表を提供して、えー、夫婦で話し合いながら家事・育児に向き合えると良さそうだなというところも、えー、考えておりまして、そのあたりも含めてあります。でまた、えー、一方で、えー、企業の経営者には、ま、男性育休って進める価値はあるのかとあの、会議的な方も多くいらっしゃるのも知っています。そんな方向けの男性育休の啓発セミナー、意識啓発セミナーも、えー、あった方が良さそうだなということで、えー、考えておりました。 そんな形で、ですね年間88万円という形で、自治体の職員と、そして管内企業を含めて、改革できるようなプラン、サービスを考えましたので、そちらも、また資料にも盛り込んでおりますので、能処度じっくり見ていただけるといいかなと思います。でまた、弊社はすでに企業向けには同様なサービスを展開しておりまして、父親学級とか管理職研修を同じように提供しております。 このの父父親親学級に関してててては大畑や私も含めて現役の父親世帯が交渉させいいただいておりますちなみに、この父親学級とは名称で呼んではいるんですけれども、夫婦で情報量を揃えていただきたく、夫婦で参加いただくことを推奨しておりまして、組織外のパートナーの方も参加可能というふうな立て付けにしております。 管理職研修に関しては小室が登壇して、えーまあ、昨年度ベースでいくと2000名を超える管理職が参加いただいているというところです。で導入企業もです、ねえー、それぞれの企業業種における、えーまあ、パイオニアが、えー、研修に参加していただいておりますので、それらの企業と交流ができるので、あのとある方はです、ね、この父親学級に参加いただいて育休は必要ないと思っていたけれども、3ヶ月は。 取ることとにに決めたたいいいいう,ふうにアンケートで回答,回答しししててくださっっる方もいらっしゃいました、まあ、こんなふうにです、ね、自治体向けにも同様のプランを考えましたので、またこちらもじっくり後で見ていただけるといいかなと思います。あのこのような研修をです、ね、単,体で単体の自治体様に提供させていただくとなると、500万円以上はかかってしまうんですが、まあ、それも合同で実施するという方法で、88万円で提供させていただいているというところがあります。 であのまあ、日本唯一のプランかなと思いますので、ぜひご活用いただけるといいかなと思います。でちなみに、長野県の安曇野市さんは、本プランの前身となるサービスを、長野県の助成金をうまく活用されて、事業展開される方針というふうに伺っております。皆様の実際におかれましても、都道府県が支援している助成金が活用できる場合もあるかなと思いますので、導入検討いただく際は、ぜひご確認いただけるといいかなと思っております。 でこちらの日付で、ですね父親学級管理職研修、経営者向けのセミナーを実施していきたいなと思っております。でまたあの話を聞いていただけではよくわからない内容とイメージがつきにくいよという方もいらっしゃるかなと思い,思いまして、父親学級と管理職研修、それぞれオブザーブできるものもご用意しておりますので、ぜひご参加いただけるとよろしいかなと思っております。はいね、で実際にあの これから父親学級でお伝えしていくような内容もです、ね、抜粋してお伝えしていきたいなと思っております。まあ、こんなふうな話を聞くと、えー、まあより父、ね、親和になるイメージがついて、えー、取れだけ育休にもならないかなと思っております。えー、実際にこのスライドで表しておるのが、赤ちゃんが生まれたときの1日の生活リズムです。これが生後1週間の赤ちゃんですね。 で夜中真夜中からおしっことか授乳とかうんちとか、あの頻繁に起きて対応していますよね。まあ、こういったことをですねしっかりとあの育休を取る前にイメージをして、えー、夫婦でしっかりと乗り越えていかなくちゃいけないという気持ちになっていただくということがまず大事です。そういった意識変革からが必要だということです。でまた、ですね、えー、父親学級では、こんなふうに赤ちゃんの NG 種というものもお伝えしております。まあ、例えば蜂蜜をあげてはいいけないとか、えー、生後 6, 6ヶ月未満の赤ちゃんを高い高いもしてはいけないとかですね、こういったこともお伝えして、夫婦で正しく育児ができるような知識もお伝えさせていただいております。でまた、ですねあの育休をどういうふうなパターンで取ればいいのかということも悩まれている方も多いんですね、まあ、例えば、仕事がかなり忙しくて、がっつりと育休は取れないという方は、ですね産休、妻の産後の時にタイミングに1回取って、復帰のタイミングにもう1回取ると。 こんなふうな分割もできるということも、あの、中には知らない方もいらっしゃいますので、こんなふうな、えー、まあ、やり方ができるということもお伝えしていきます。で、また、この、え、育児、育休というのはですね、あの、仕事の引き継ぎということがいかにスムーズにできるかが、え、りにもなってきます。なので、えー、まあ、半年前ぐらいからですね、しっかりと引き継ぎの準備をして、スムーズに育休に入るということが大事です。 あのいきなり育休に入る直前にえ同僚にバトンを渡しますともう混乱しちゃいますので、えしっかりとここもえ時間を確保して働き方改革を行いながらえチームで,です、ね、一丸となって乗り越えていくということが必要です。で実際にこの研修をあの弊社でやっておるんですが、その、えー、アンケートも,です、ね、こちらも例として載せております。で例えば、管理職研修ではえ部下に育休を進めたいと思ってもらえる上司が大勢。 いらっしゃいますし父親学級ではですね考え方が180度変わりましたというふうなご意見もいただいておりますこのように研修で意識を変えて行動も変えていかなければ育休取得率は高まりませんし取得日数も伸びていかないという事実がありますこの育休取得日数なんですけれども最近注目されるようにもなってきていますあの結構取りだけ育休っていうのがあのバレてきてしまっているんですね取得率は高いけれども実際は 1>, 1日とか2日とかしか取れていないという企業が結構中にはあったりするんですね。なので、えー、しっかりと日数を伸ばすためには、俗人化を防いで長期間休めるような働き方改革をしていくということが、えー、取得日数を伸ばす鍵になってきています。えー、こちらスライドで表しておりますとおり、厚生労働省の調査でも、働き方改革を実施している企業ほど、えー、取得率が日数が高いと、まあ、日日数も伸びているという事実があります。なので、しっかりと 働き方改革も並行でで進めていいくととうことが大事ですでまた三重県ではですね働き方改革に取り組むことで、男性育休の取得率が全国平均の2.7倍になったとで、また女性管理職比率も増加したということもあります。ねはい、そしてこのように政府の交付金ですね、交付金を使っていただいて、 自治体が主導して管内企業の働き方改革を進めていって成功事例を作って魅力的な企業を増やしていくことが選ばれる企業につながっていって少子化対策にもつながっていくということが言えます盛岡市さんですとか富山市さんの事業の例をですねこちらに載せておりますのでまたこちらも参考までに見ていただけるとよろしいかなというふうに思いますでまた実際にですね 中小企業の働き方改革を経て、どんなふうにそのまあ男性級の取得率とか、どんなふうないい変化があったのかということもご紹介したいなと思っております。こちらは岩手県の50名の会社、ベアレン上場所さんですでこちらの会社さんでは、働き方改革をやった、えー、おかげで,です、ね、54%残業が減ったというところがありますしかつ、売上は増加しているんですね。 そしてさらに世界に伝えたい日本のブルーワリーでは2度目の日本一を受賞されましたで小さい会社には働き方改革は難しいというふうに思われがちなんですけれども実はですね意思決定のプロセスが少なかったりしますので逆に取り組みやすい面もあったりするんですでまた他の会社さんですがこちらはですね将来構成監査ですねで働き方を変えるのは 結構難しいと思われがちな児童養護施設でも属人化を排除し男性育休取得率は100%になって採用応募数も30名も増加するというふうな成果も出ていますでここまでのまとめです少子化対策につながる中小企業支援策ですが狭く深く厚い支援を行って成功事例を作ることがポイントですでまた単年ではなく働き方改革は年規模でですね 常を通して考えていただく必要があるので数年で計画的に考えることもポイントですで、また成果の発信を積極的に行って他自治体の事例から学んでいくということも大事ですそこでですね、他自治体から最新の働き方の事例を学べるオンラインセミナーを8月6日に開催いたしますのでぜひ 最新の最先端の働き方改革を除きに来てってみていただけるといいかなと思っております。きっとヒントになることがたくさん得られるんじゃないかなというふうに思います。ではですね、いよいよ終わりに差し掛かってまいりました。ちょっと最後にですね、弊社仕事と育児のガイドブックというものもやっておりますので、ぜひご興味のある方はお問い合わせもいただけたらなというふうにも思っております。 またですね、えー、本日、アンケートにお答えいただきましたら、えー、先ほどから説明いたしました、こちらの資料をお渡しいたしますので、ぜひアンケートにお答えいただいて、えー、お帰りになられていただけるといいかなと思っております、はい。残り3分になりましたので、えー、何か分からないところがあれば、ぜひ、えー、質問をですね、お受け付けしたいと思いますが、いかがでしょうか。また、えー、口頭でもよろしいですし、チャットでもお聞かせいただけるといいかなと思っております。 はいあのどんな細かなことでも大丈夫です。せっかくなので、えー、ご質問がありましたら、コードあるいはチャットでお聞かせくださいませ。はい、えー、ご質問いただいております、ね、ありがとうございます。 えー、岡山県さんからですね。あ、大畑からもすでに回答いただいておりますね。はい、ありがとうございます。また他にもございましたら、ぜひお受け付けしたいなと思っております。 はい。鳥取慶さんからありがとうございます。自治体向けサブスクはとてもいい商品だと思うのですが、ありがとうございます。県内企業の視聴状況などを自治体が管理できる機能はありますかというご質問ですね。はい。ありがとうございます。あの、県内企業様の参申し込み者数ですとか、アンケートの回答数っていうのは把握いただけるような仕組みを整えておりますので、そのあたりは、えー、キャッチアップいただけるかなと思っております。 はい、関様ありがとうございます。一般県民向けには開催時間を考えたらいいと思いますよと、期日やよりに開催するなど、はい、ありがとうございますそうですね、あの現在、企業向けにもあの提供しておりまして、そこについては、あの時間帯をずらして、いろいろな方がです、ね、参加いただけるように、えー、時間帯をばらして、えー、開催させていただいております。 はい、水谷さん、ありがとうございます。首長限定のセミナーがあるといいかもしれませんねということですね。はい、ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきたいなと思っております。え杉本さんはですね、先ほどご紹介いただきました8月のセミナーですが、入力フォーム内の自治体欄が必須回答になっているのですが、自治体所属以外のものでも参加可能でしょうかと。はい、ありがとうございます。あの、せっかくなので、ぜひ、あのー、セミナーですね、ご参加いただけたらなと思っております。 またそこでヒント、キャッチアップいただけたらなと思います。これまででざっと質問にはお答えできたかなと思いますし、またお時間にもなりましたので、一旦こちらで区切りたいなと思います。またアンケートはですね、開いていただきましたでしょうか。一旦画面は閉じますので、またお答えいただければなと思います。 はい、ありがとうございます。では、お時間になりましたので、今日は、えー、こちらで失礼させていただきたいと思います。あの、皆様の自治体のですね、えー、男性育休の推進も心から応援しておりますし、弊社としても、えー、精一杯ご協力ができることがあれば、えー、サポートさせていただきたいなと思っております。一緒に、えー、男性育休の推進頑張っていきましょう。では、今日はありがとうございました。またよろしくお願いいたします。